食品大手クラフトハインツの去年10月から12月期の決算は売上高が1年前から7%のマイナスと市場予想を超えて悪化しました商品の相次ぐ値上げで買い控えが広がり販売数量が減ったことが響きました2024年通期については為替などの影響を除いた実質ベースの売上高が前の年から大幅に減速するとの見通しを示しています 決算を受けクラフトハインツの株価は一時6%を超えて下落しています。